国立国際美術館は大阪市北区中野島にある独立行政法人国立美術館が管轄する美術館である。収蔵品は第二次世界大戦以後の国内外の現代美術が中心だが現代美術以外の企画展なども開催している。設立は1977年。当初は大阪府水田市の万博記念公園にあったが2004年に 現在地へ移転した。設計者は建築家、シーザー・ペリ。大阪市立科学館に隣接する敷地に美術館としての機能を果たす主要部分をすべて地下に収めたユニークな建物で、エントランス、行動レストラン、ミュージアムショップなどは地下1階に、展示室及び収蔵庫は地下2.3階にある。展示室のうち企画展示は地下3階で、常設展示は 地下2階で行われている。2006年の年間入館者数は約179万人で国立の博物館、美術館で最多。1970年大阪府水田市で日本万国博覧会が開催された際、世界各国から集められた美術品を展覧するため、日本庭園とお祭り広場の間に川崎清志設計による万国博美術館が建設された。 石井美紀子も照明デザイナーとして携わり、傾斜屋根に自動調光システムを組み込み自然光を巧みに取り込み、展示室には天井吊り装置、作品をかけやすい壁の特殊ネット、固定ショーケース、自由に動かせる展示パネルを設け幅広く、作品を展示しやすい構造も意識された。美術展示プロデューサーと館長には、富永総一が就任し東洋と西洋を区別せず、 全世界的観点から美術史を展望する形として、東西の表現を並列に配置し比較対象する展示方法をとり、有史以前から6世紀頃までの原始美術を扱う、創造の明けぼのシルクロードを通じた、東西世界の文化交流の影響を扱う、東西の交流、仏教、キリスト教の宗教美術を扱う、聖なる造形、絵画が芸術活動の主体となった、 中国層時代以降、日本鎌倉時代以降、西オルネサンス以降の作品を扱う、自由への歩み、1890年代から現代に、かけての近現代美術を扱う、現代の躍動の5つの部門から構成され、野外にも、現代美術作品を廃止44カ国から計719点を、 作品保護による入れ替えを行いつつ展示式期間中、延べ177万5173人が入場した。1971年1月に全展示作品の返却を終了し、9月に日本万国博覧会記念協会に継承された。万博終了後のパビリオントリコア氏の最中、この建物は美術館としての再利用を期待して残された。 当初はこれを利用して、大阪府立現代美術館とする案もあったが、右与曲折の上、国立の美術館が開設されることとなった。これが1977年に開館した、国立国際美術館である。世界の現代美術を体系的に収集し、多くの企画展を開催してきたが、建物の老朽化と収蔵スペースの共愛化に伴い、万博記念公園から、 大阪市の中心地である中野島に新館を建設して移転することとなり、2004年1月休館、建物は取り壊され駐車場となった。国立国際美術館は2004年11月、中野島において再開館し、現在に至っている。ポール・セザンヌ、パブロ・ピカソ、マックス・エルンツと藤田・嗣ぐ国吉・安ら戦前の代表的な作家の作品が、いくつか。 ある以外は、すべて戦後の作品である。1978年に、大橋科学工業の創業者で現代、美術コレクターでもあった、大橋義和のコレクションから、具体美術協会の作品など828点を、移存されている。地下1階のエントランスには、建物と一体型の作品がある。これらは、万博公園にあった旧館から引き継いでいる。ありがとうございます。